はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、ダイソーさんの購入品をご紹介していこうと思います。で、今日ねちょっとお買い物に、食料品のねお買い物に行ったんですよ。そしたらずっと気になってて買ってなかったんですけど、今日ねちょっとお試しで買ってみたものがあるので一つご紹介しようと思います。じゃん、こちらなんですけど、インスタントカフェオレなんですね。で、これ1キロで業務用のものが売られていたんですね。で、値段が700円くらいだったかなと思うんですよ。で、割と入ってるんですけど、なんとこれ、ね、賞味期限がね、21年の1月22日までなんですよね。これ飲み切れると思います？こう、チャレンジャーですよね、私。で、早速ね、こんな感じで作って飲みながらねやってたんですけど、うん、味的にはね意外と普通のカフェオレだったので、まあ飲み尽くせるかなっていう自信とともにね飲んでいこうと思います。はいはい、ではですね、ここからダイソーさんのねご購入品を紹介していこうと思います。で、ちょっとね、まず一個大きいものをね、ご紹介します。まあ、大きいって言ってもそんなに大きくないんですけど、換気扇のカバーですね。で、うちの換気扇は、古いタイプの換気扇で、こういう感じのね、換気扇なんですよ。見たことありますかね？新しいタイプだと、もうファンがこう中で回ってるような状態で、表にこう出てないと思うんですけど、古いタイプは、こう羽がね、見えてるっていうかね、回ってるような感じなので、このタイプをつけるんですけれども、こちらね、1枚入りの一般サイズ用のね、ものを購入してきました。油がね、垂れてきてしまうんですよね。なので、定期的にね、こんな感じで交換していかないといけなくって、ちょっとこちら買ってきたんですよね。サイズがですね、20センチから25センチということで、まあね、これはうちの台所の必需品ということでね、今回一つ購入してきました。はい、ではですね、続いてご紹介していくのが、こちらの石鹸ですね。これですね、マルセイユ石鹸のオリーブがあったので購入してきました。マルセイユ石鹸ってオリーブがノーマルな感じなんですよね。多分ネットで調べたら。で、オリーブがあったので、ちょっとね、買ってきてみましたね。で、これはですね、100グラムで100円なので、ネットで見たら、結構マルセイユ石鹸ってやっぱ高くって、そう、ちょっとね、普段だったら買わないような感じの石鹸だったので、今回はですね、思い切って購入してきました。で、この間買ったやつもまだね、ちょっと使ってないので、それによりも先にこっちのね、オリーブをちょっとね、試してみたいなと思って一つ購入してきました。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら、牛乳パックのカッターガイドが売られていましたので、購入してきました。はい。で、ジャンコードがこちらですね。で、牛乳パックって私ほんと切るの下手くそで、こんな感じにね、開くじゃないですか、飲んだ後。これがもうほんと下手っぴで、どうにもこうにも収集つかなくなっちゃうんですね。なので、ちょっとね、今回これを発見した時に、もう神商品だなと思って買ってきたんですけども、こんな感じで、ここに牛乳パックをね、後ろ側を入れるみたいです。で、この通りにね、カッターで切っていくんですね。こんな感じでカッターで切っていくと、まあこういう感じでね、切っていくと、まあちゃんとガイド通りにこうスッと切れますよっていうね、優れものの商品になってました。はい。で、こちらもね、ちょっと使って牛乳パックをね、リサイクルに出そうかなと思って、いよいよ。はい。こちらね、一つ購入してます。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら、これね、めちゃくちゃ可愛い。コップの縁にかけられるスプーンということで、これね、わかりますかね？柴犬なんですよ。ちゃっかり。で、他のね、種類の、動物ちゃんもね、あったんですけど、私はね、豆ピがいるので、
柴犬を購入してきました。でこれは、オーブングリルダメだし、まあ、直火もダメで、吸熱吸冷もダメで、食洗機乾燥機もダメですね。まあ、手洗いってことですね。はい。でもね、可愛いんですよ、これ。こんな感じでかけられるようになってるタイプがあったのでね、こちら一つ買ってきてます。で、続いてご紹介するのが、こちらの電子レンジのね、洗浄剤を購入してきました。オレンジの香りでね、爽やかそうだなと思って買ってきました。はい。で、私レンジはね、拭いてたので、ちょっとね、普通に拭いてるだけじゃね、やっぱ中の汚れって落ちないのかなと思って、このね、オレンジオイルですっきり綺麗ということだったので、こちら買ってきました。で、やり方はね、付属のスポンジに液を染み込ませて、で、電子レンジで1分加熱でチンして、で、そのチンしたやつでね、この中を拭き取るだけっていうね、すごく簡単でお手軽なクリーナーだったので、ちょっとね、これ使ってみようと思います。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら、ワンプッシュウェットシートの蓋ですね。ベアということでね。これね、なんか、ほら、見て、ベビー用品っていう風になってるんですよ。なので、普通のね、蓋のところじゃなくて、もしかしてベビー用品のね、コーナーに置いてある店舗さんもあるんじゃないかなと思います。で、私が行ったところは、この蓋がいっぱいバーっと並んでるところにこれも並んでいたので、可愛いと思って買ったんですけど、多分他の店舗さんではね、ベビーコーナーに並んでるから、目につかなかったんじゃないかなと思ったんですよね。で、これはね、ミニサイズじゃなくって、通常のサイズの蓋ですね。ですね、横が6センチで、縦が3センチ。ここ3センチ?こっち。なんか、こんな感じですね。取り付け口。開けたところってことかな?そう。で、こちらもね、使っていこうと思います。で、続いて購入してきたのが、こちらのね、ちょっと手芸用品なんですけれども、かぎ針買ってみました。こちら7ミリの、ジャンボ。になります。で、キャンディーカラーということで、これはですね、太めの毛糸をね、編むものになりますね。ので、7、5とは違うので、ちょっとね、気をつけなきゃないんですけれども、こんな感じでね、7ミリなのでね、超極太っていうことで、こちらの7ミリのピンクと、あとはこちら8ミリですね。8ミリは黄色になってますね。はい。こちらの黄色と、あとはこちらの10ミリも買ってきました。10ミリは青になってます。はい。で、ちょっとね、編み心地はどうなのかなっていうところでね。はい。ちょっとね、これ毛糸出してきました。これね、ドルチェっていう毛糸なんですけれども、これね、使用かぎ針が10号から7ミリになっているので、ちょっとね、これを試し編みしてみようかなと思います。ちょっとこんな感じの毛糸なんですけど、滑りがね、どうかなっていうとこなんですよね。編むのは全然苦じゃないと思うんですけど、ちょっと私ね、糸間違ったかな。ポリエステル 100% なんですけど、この糸。すごいザラザラしてるんですね。で、こっちがプラスチックじゃないですか。完璧な。なので、これプラですよね、多分。プラ。あれ?メタクリル。樹脂って書いたんですけど、この擦れた時にキュッ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 って音が鳴っちゃうのがね、やっぱ嫌な人は嫌ですよね。このこうキシキシキュッ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 って鳴る音が、
気になるかな。だがね、ちょっとこの糸は失敗でしたね。なんか違う糸でやればよかったかな。ちょっとね、別に編めないわけじゃないし、引っかかりが悪いわけではないです。これはね。だから、全然使えるかぎ針かなとは思うので、まあ、今から結構太い毛糸もね、編む季節になってくると思うので、このジャンボかぎ針を、普通にね、買おうとしたら結構高いので、まずはね、ダイソーさんのこのジャンボかぎ針は、色が可愛いのでね、これまずね、買って使ってみるのがおすすめかなと思いますね。で、私もジャンボかぎ針は持っていないので、とりあえずこちらのね、7ミリ8ミリ10ミリでちょっと編んでみようかなと思います。で、上手に編めるようになったら、手芸屋さんのね、メーカーさんのちゃんとしたジャンボかぎ針をね、買おうかなと思います。で、続いてご紹介するのがこちら。やっとね、これ見つけました。デザイン OPP テープの、ベティちゃんですね。ベティブーブの OPP テープになります。はい。で、こちらはですね、48ミリの長さが15メートルということで、このね、ベティちゃんのアメコミ風のね、OPP テープがね、やっと入荷してるのをね、見ましたね。可愛いと思います。はい。こちらはね、保管用で大事にしとこうかなと思います。可愛いので。ね、他の OPP テープがまだ残ってるので、とりあえずそちらをね、使い切ってから、こちらを使おうかなと思うんですけど、まあその間に違うね、OPP テープも買うかなと思うので、まあこれはね、大事にちょっとね、保管しておこうかなと思いますね。はい。で、続いてご紹介していくのが、こちら。これ可愛くないですか？ポチ袋なんですけど、未来と信頼を育む、ミツバチ UFO 銀行なんですよね。いつもご利用ありがとうございますということで、パロディのね、ポチ袋パロディで10枚入ってるものになりますね。すごいですよね。なんかリアリティがあるっていうかね。こんな感じの。はい。で、概要でね、貯金する欲しいものを買う、あなたに投資、あなたに返済、ご利用は計画的にということで、チェックリストになってますね。出納予定メモ欄ということで、未確認 ATM、すごいですよね。はい。こちらもね、こんな感じの。で、これはね、シールがついてないですね。普通にこの、ポチ袋だけっていう感じなんで。で、ダイソーさんにこういうパロディ系今結構出てきてるかなと思うんですけど、私はこちらのね、銀行の封筒風なね、ものを一つ買ってみました。はい。で、続いてご紹介するのが、こちらですね。この和な感じの横待ち付きの菓子袋。購入してみました。はい。6枚入りになってます。これはね、シールがちゃんとついてますね。で、2色展開されてるこちらはね、このピンクの方を買ってます。で、食品も直接入れて大丈夫ですね。横待ち付きになってますね。はい。ジャンコードがこちらです。で、サイズの方が縦20センチで横が7センチで待ちが6センチもあるんですね。はい。飴柄ということで、6枚入りですね。このね、和な感じの袋も素敵ですよね。こんな感じの。ちょっとね、縦長になってる袋。で、中はツルツルしてるんですよ。食品直接入れられるので。で、外側は和紙になってて、もう本当に和な感じになってます。こう、お菓子屋さん、和菓子屋さんとかの飴ちゃんが入ってるような袋で、すごくね、素敵だなと思いますね。で、厚さ的には、まあ、そこまで厚みはないかなと思うんですけど、
これぐらいの厚さがちょうどね、和の飴にはちょうどいいかなっていう感じ。素敵で、こうちょっと見てもらうと分かるかな、下が濃くてこうグラデーションになってるんです。で、上の方に行くとね、もう本当に色が薄いピンクっていうような感じになってます。で、こう縦に線がちょっと入ってて素敵な感じのね袋ですね。これはね、ちょっといいかも。これ私好きかもしれない、この手触り。はい。で、続いてご紹介するのがこちら、紙製のねギフトバッグアニマルということで、このねちょっとふてくされたワンちゃんもあったんですけど、今回はこっちのね猫ちゃんタイプにしてみました。で、底待ちがついていて、ワイヤーをね巻いて閉じられますよっていう商品ですね。ちょっとね、残コードちっちゃい、はい、こんな感じですね。はい。で、これはアニマルという商品ですね。で、サイズが縦10センチで、横が横が10センチで縦が 19.5 センチですね。で、このねワイヤーが入ってるタイプは初めて買いました。こんな感じで、で、表だけですね、猫ちゃんのイラストがあるのは表のみになってます。で、このワイヤーがあるので、ちょっとねベティちゃんに一旦入ってもらってね、形を作りますね。で、ここでこうやってくるくるっと巻いていって、手前側にね、このワイヤーを手前側にこうやって曲げてあげると、ほら封がねできますよっていうものです。かわいいですね。楽、もっとね難しいのかと思ってた。全然ね、シールとか貼るよりも楽ですね。このタイプ結構いいかもしれないですね。私結構好きかも。今ね、このベティちゃんのさっきのね、OPP テープが入ってます。ちょうどいい大きさでした。こんな感じで、かわいいですね。ちょっとじゃあこのままいてもらいましょうね。はい。で、続いてご紹介するのがこちらのお正月商品ですね。彩り飾りシールということで、これはね普通のシールですね。普通のシールっていうか、こんな感じのシートシールのね感じになってます。で、これは私お仕事でね、お客様に出す年賀状の一言の隣にね、こう縁起がいいのでシールをねちょっと貼ってあげようかなと思って購入してきました。で、こちらのシールもちょっとね、和紙素材っぽくなってるのかな。もうなんかね、アレンジ次第で簡単にオリジナルハガキが作れますよということで、まあこんな感じでね使ってくださいという感じです。あ、ちょっとね、やっぱ厚みがあって、少しこう和紙っぽくなってるんですね。で、やっぱりお正月だけにね、こう箔押しされて、ほら、キラキラしてるんです。こんな感じで。素敵ですね。結構箔押しされてるな。素敵。はい。こちらはですね、お客様用でね、ちょっと使おうかなと思います。で、続いてちょっとね、私のおやつですね、購入してきたのがあるので、ご紹介します。こちら。ブレンディースティックのココアオレを買ってきました。で、これね、2本入ってるんですよね。そう。で、これで美味しかったらね、大きい箱で買ってもいいかなと思ったんですけど、私さっきね、ご紹介したカフェオレ大きい1キロのやつ買ってしまったので、しばらく飲み物はね、カフェオレオンリー。カフェオレか紅茶かお茶かっていう選択肢になりそうですね。はい。こちらね、美味しそうだったので買ってきました。こちらのね、ココアオレと、あとはね、私の大好きなリピート商品のお菓子なんですけど、こちら、ギンビスのミニアスパラガスのビスケット。皆さん知ってますかね、このアスパラガス。私大好きで、さらにこのアスパラガスのこのね、バタートースト味がめちゃくちゃ美味しい。で、ダイソーさんにこのバタートースト味があるので、これはね、ちょっとおすすめ。
これめちゃくちゃ美味しいんですよ。ハマりすぎてね、爆食いしちゃわないように気をつけなきゃないんですけど、77g 入ってますね。そう、ちまちまね、おやつに食べてます。はい。これおすすめです。めちゃくちゃ美味しいです。はい。本日のね、購入品は以上になります。はい。で、コミュニティのね、方でもちょっとお知らせさせてもらってたんですけれども、ライブ配信の方ですね、やらせてもらおうかなと思ってまして、で、アンケートの方を取ったんですが、なんと半分半分に近いぐらいの、パーセントだったので、もうそれだったら、平日に1回と、あと週末ね、に1回、で、週に2回の配信をしてみようかなと思って、今週のですね、水曜日、17日ですね、11日の水曜日の夜21時から配信をさせてもらいます。初めてのね、配信なので、ちょっとカメラのね、設定とか、もしかしたらちょっと、しくじることもある可能性もあるんですけど、ちょっとね、一発ぶつけ本番でね、やってみようかなと思っているので、まあ、ちょっとでもね、遊びに来てもらえれば嬉しいかなと思います。一応、時間としては、1時間くらいを予定してます。で、私の、まあ、簡単な自己紹介だったりとか、あとは、ちょっとね、その時に、こう買ってきているものがあれば、購入品の紹介も、ライブでね、少しこう、やってみようかなと思ってるんですけど、こう、商品をね、紹介しながら、その使い道、なんか私こういう風に使ってますよとか、なんかそれよりももうちょっとサイズ大きいのとかちっちゃいの売ってましたよとかっていうのも、どんどんコメントね、ボン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 入れてもらえるような感じで、紹介していけば、もっと楽しくなるんじゃないかなっていうような感じでね、ちょっと今考えてたりとかもするので、まあ別にね、特別何かをするっていうわけではないんですけど、もう本当に私とね、こう、お茶をとかね、コーヒーを飲みながら、こう、お話をする1時間っていう感じなので、楽しんでもらえるかちょっと不安なんですけど、ちょっとね、初の試みということでね、もう、皆様と交流をね、深めたいなと思ったのでね、ちょっとやってみようかなと思いました。はい。もしね、お時間がある方がいらっしゃれば、遊びに来てもらえれば嬉しいかなと思います。はい。今日もですね、新商品買えてましたよって、思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントの方もちょっと遅れがちにはなってますけれども、返すようにしていますので、結構楽しみにしているのでね、残してもらえれば嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。